はい、どうも皆さん、こんにちは。本日もアルセウスやっていきましょうか。ところで皆さん、アンノーンはすべて捕まえましたか？今日はですね、アンノーンについて語っていきたいと思ってます。まあ具体的にはアンノーンの出現場所、こちらについて語っていきましょう。で、まずはですね、こちら見てください。こちらコトブキタウンの地図になるんですが、 WH ハテナって書かれているところがアンノーンが出る場所ですね。で、次、黒曜の原野 EGSXI って書かれていると思うんですが、こちらの場所に出現いたします。で、次、グレンの湿地 KADVM がこちらの場所で発生します。で、次は群青の海岸 BRQNZ、この場所で発生します。ぜひ覚えておいていただければと思いますね。では次、転換の山麓 CPFJL、 こちらのアンノーンが発生します。で、最後、純白の凍土、こちらではびっくりマーク TUOY、 こちらが発生いたします。皆さんいかがだったでしょうか？おそらくこちら見ていただければ具体的にアンノーンがどこにいるのかわかると思うんで、ぜひこちらを見ながらアンノーン探しやっていただければと思いますね。一回で覚えられないよという方は、何度か繰り返してこちらの動画見ていただければすぐにわかると思うんで、よろしくお願いします。では今日の動画このあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。